何年かかったっていい。絶対に貯めますよ。プロジェクト K。こんにちは、キラです。今回はですね、今年初ガチ勝負でございます。よろしくお願いいたします。去年、散々な負けっぷりを披露してしまいましたが、ここから挽回してまいります。繰り返しになりますが、私、薄毛がコンプレックスでございます。植毛手術のために300万貯めるために生きております。その300万企画、今いくら貯まっているのか、あるいはいくらマイナスなのかという経過報告を今ここでさせていただきたいと思います。じゃか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 じゃじゃじゃーん。約150万のマイナスでございます。はい。分かっておりました。マイナスなことはさすがに。で、この数字はですね、船券収支やそれにかかる税金、YouTube 収入、YouTube にかかる経費、もうすべてをひっくるめた収支になります。この企画始めてからの半年分くらいですかね。はい。このマイナス150万からどうにかプラス300万にしなければなりません。本日がその第一歩となることでしょう。本日2日目です。A1 選手を中心に勝負するだけでございます。2、3本的中して回収率、300% くらいいっちゃいますか。まずはさあ、では新年初ガチ勝負、バックガチ勝負、どうぞご覧くださいませ。しゃーしゃ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 、1本目でございます。第3レースでございます。1本目は第3レースでございます。こちら3号艇6号艇に思いを乗せて、わっ、どうなっちゃうの？どうなる？内を狙った3号艇南、左右中央4号艇の小野、バックへ入ってトップ争い、逃げる1号艇竹越、マクタ2号艇杉山、内枠両者並んだ状況。3番手は3号艇南、左右中央6号艇の川上、あとは4号艇小野と5号艇の小池。スタートは前提正常でした。トップ争いは内から1号艇竹越、コーナー先手が外に逃げて回る2号艇の杉山、マジかいや、決まって単独先頭浮上です。1号艇竹越2番手、3番手3号艇南の内側から6号艇、うわ、しかも高い、マーク差しから6号艇川上単独3番、大丈夫ですよ、行きますよ、あとは3号艇素で行けますよ。これから西1幕です。最近のツアーもいつも見ておりますよ。もう行ける気しかしておりませんよ。外を回す3号艇南ですが、6号艇の川上どっかで来ますから、絶対どっかで来ますから。満州じゃん。はい、2本目でございます。こちら第4レース、5号艇前田選手、2着付けでございます。いけますよ、来てくれ、とりあえずここ出てきていただきたい、お願いします。マジでマジでここで勝って2022年、あ、来た、はい、来るよ、待ってね、3号艇の亀山、あとは5号艇4号艇と追走バックへ入っています。陰線押し切って1号艇の木村亮太が先頭、2番手争いですが、刺した2号艇の岡瀬、まくった3号艇亀山、この両者の2番手、まだ分からないよ。あとは4号艇の藤山、5号艇の前田、6号艇のまだ分からない。あとは前提成功。さあ、2番手争い、2号艇3号艇と相次いで外に逃げて回っていく、内小回り5号艇前田でしたが、単独2番手は2号艇の岡瀬、3号艇の亀山、3番手で続いて、マジでここで勝って波を作る、ここで勝って波を作る、ここで勝って波に乗っていきます。2022年藤山と続いて2周1幕です。いや、行きますよ、今日は行きますよ。とりあえず次だ、次当たらないと、次当たらないと厳しくなってくるんで、マジでマジで、とりあえず一歩の的中が何より大事。3本目でとりあえず当てとかないと結構きつくなってしまうんで、ここも外に行って回る3号艇亀山ですが、これは大きく流れてしまって振り込みました。5号艇の前田翔太が3番手に浮上しています。はい、3本目、ここで当てておきたい、ここでマジで当てておきたい、3本目で当てておきたい。第7レース4号艇松井選手、地元選手、スタートは最後でへこんでいただければ、来た、いけるよ、これいけるよ、これいけるよ、1号艇2号艇5号艇1号艇2号艇5号艇残っていただければいけるよ、来た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 
ホームにやり返して4号艇松井トップ。いや来た、でも来た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 5号艇来ないかな。いやだ、でもどうだ、あんま変わんないな、あんま変わんない、確かない。待って、6号艇やめて、うん、めちゃくちゃいいところ4、あ違う、待って待って、ごめんごめんなさいごめんなさい、どっか違うとこ見てた、変なとこ見てた、あっ違う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 、ちょっと待って、超ごめんなさい超ごめんなさい、もう超バカ、もうバッカバッカ、お前バッカ412、ちょっ、わっわっわっ、やばい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 、やばい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 、どっちでも大丈夫、412の方がいいかも、412でいい静かにしますフラッシュフィッシュです、やったやった、松井選手大好きだ大好きだ、ありがとう、来た2022年来た、やったやった、勝ちました、フラッシュフィッシュ、しゃー、こっから波を作っていく、こっから波を作っていきます、ありがとうございます。さあ4本目でございます。大変失礼しております、すみません、いろいろ買うだけ買って、いつもなんですけど買うだけ買って夜にまとめて見ております。あの自分がどこ買ったのかとかオッズとかをこう見る前にスタンバイしているはいるんですけども、たまにそのスタンバイをミスってしまい、なんかそういう途中で変なとこ見てたとか、そういうパターンがよくあるんですけども、これ4号6号艇、これは、はい、あとは陰線残す1号艇の岡瀬バックへ入っています。角まくり決まって4号艇笠原先頭、2番手ですが6号艇の三浦のうち1号艇の岡瀬並んだ状況、4番手で2号艇の小野、スタートは前提、そうなんで、すいません変なとこ見ててあれでしたけども、結果的にはプラス収支いただいております、本日ありがとうございます、やった嬉しい、もう久しぶりのこの勝負の動画でプラス収支なの久々な気がします。デメ買いじゃない勝負のあれで、これはなんで4号艇来ちゃった、あそうか、だから人気のところだ、いやだから、残り1本でございます、だからまだ回収率 200% は超えていないので、200% 超えて 300% にたどり着きたいです。そしたらもう万々歳だから、あと1本当たらないと、次で最後なんで、次で当たらないと、次どれだっけ、次は、あ次当たるやつだ、次当たるやつですね、次は無難に当たるやつだ、最後、さあラストでございます、第10レース、こちら3号艇岡崎選手、これは当たりますでしょ、大丈夫でしょ、これを当たってどうなるか、プラス収支はすでに確定いただいております。これをさあ1号艇スタートになる、でも2号艇ちょっといくんでる、これね1号艇と2号艇まくり刺していければ、まくり刺していけるよ、まくり刺していかないの、さらに内を3号艇の岡崎、あとは4号艇小宮、5号艇神山の追走です。バックへ入って陰線を切って1号艇の鈴木先頭、2番手ですが3号艇の岡崎、2号艇の312 13.1倍、あとは4号艇の小宮、5号艇の神山、6号艇の栗原、スタートは前提正常でした。1号艇鈴木トップ、まだわからない、2号艇4号艇競り合いながら回って外に逃げて回った3号艇、いや最中よ、ダメだ4号艇勝ってない、2番手は3号艇の岡崎、3番手ですが4号艇の小宮が上がってきたでしょうか、最中号人気です、外に2号艇の小池、最中号になればいいのに、栗原でこれから西1マークです、4号艇が来ちゃってる、鈴木トップ、2番手3号艇の岡崎、まだわからない、4号艇の小宮が先に回って上位の体勢は1、だから4号艇来ちゃってる、ダメだ、4番手以降は5号艇の4号艇を外しております、ちょっと待って、マジ来る岡崎選手、ただ4号艇来ちゃってる、ダメだ、1号艇の鈴木に対して3号艇の岡崎内を狙ってはいきますが2番手のまま、いや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 、上位の体勢久しぶりにガチ勝負で久しぶりにプラッシュしいただきました、幸先2022年幸先いいです、いやこっからだから、から0台コースタートを決めて押し切りました、1号艇の鈴木健一先生、また2番手3号艇の岡崎康弘、また勝負しますか、近いうち、連日は疲れるんで、連日はやです、あとは2号艇の小池、5号艇の山、6号艇栗原最高峰で最終ターンマークの旋回です、うん、よし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 、3号艇1、3、4の組み合わせ 15.4 倍を示しております、さあ
シリーズ2勝目に向かいます。ありがとうございます。鈴木健一。はーい。やったー、やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。こっからですよ。こっからでございます。今年はいける予感がする。まあまだ、まあまだちょっと取り戻した程度ではございますけども、もうこっから、じゃんじゃか取り戻して、もう一気にプラスに持っていっちゃいます。では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。